大先生、ご視聴者様からご質問が届いております。行政書士開業して売り上げが伸びない人の特徴は何ですか？大きく3つありますね。1つ目、リスク取らなすぎ。常に安パイ安パイで、自分ができることとか自分がやりたいこと、自分の手前のことばっかりやろうとする人は全然売り上げ伸びないです。2つ目、売り上げに関係ないことばっかりしすぎない人。例えば開業するといろんな保険の方とかいろんな会社の人とかいろんな人がアポを取ってくるんですよね。それにいちいち応じて全然仕事にならない。本人は仕事してる気になってるんだけど全く売り上げにつながらないことばっかりして。3つ目、売り上げに関係のない勉強ばっかりしすぎ。専門職なんで勉強し続けるってすごく大事なんですけど、勉強ばっかりしてても売り上げなんか伸びるわけないんですよ。仕事っていうのは人様のお役に立って報酬をいただいて初めて仕事なので、勉強すること自体は仕事でも何でもないんですよ。なのに一生懸命勉強ばっかりして仕事した気になって、こういう人もなかなか売り上げは増えません。気をつけて頑張っていきましょう。